中田厚人は国際連合ボランティア。1993年に国際連合カンボジア暫定統治機構が実施した1993年カンボジア総選挙の選挙監視員として活動中に殺害された。大阪府東大阪市出身。大阪大学法学部卒業。父は国連ボランティア就寝名誉大使の中田武人。 アウシュビッツビルケナウ強制収容所、第一強制収容所、正門1968年1月、大阪府に生まれる。商社に勤務していた父、竹人の転勤に伴い、1976年から1980年までの4年間を、ポーランドで過ごした。 1977年、アウシュビッツビルケナウ強制収容所を訪れたことをきっかけに平和に関心を抱き、国際連合で働くことを希望するようになった。1987年4月に大阪大学法学部に入学し、国際法を専攻。大阪大学卒業後の1992年5月、中田は、 国際連合カンボジア暫定統治機構が1993年5月にカンボジアで実施予定の総選挙を支援するボランティアに採用され7月にカンボジアへ渡ったこの募集は社会人経験者を対象としたものであり大学を卒業したばかりで採用されるのは異例のことであった中田はクメールルージュと カンボジア政府との衝突が激しい地域への赴任を自ら望み、9月から根本ンントム州プラサットサンボ軍の軍、選挙監視員として赴任した。中田は、軍内の村を回り選挙に関する説明や、選挙人登録など、選挙実施に向けた活動を行った。1993年4月8日、中田は、プラサットサンボ軍を自動車で移動中。 フィルクレル村の域内で何者かによって、拘束、射殺された。アンタックは大きく軍事部門と、文民部門の2部門からなっていたが、文民部門に属する者が殺害されたのは初めてで、あった。事件発生後、最も早く射殺現場に到着した、アンタック兵士の手上スラックスターによると、背中に3箇所、後頭部に一箇所弾丸が命中した跡があり、 後頭部に命中した弾丸は、左目の方向へ貫通していたという。救援を要請した無線での最後の言葉は、アイアイムダイイングであったと伝えられている。暗部の同僚であったイブラハム・ガーニーによると、殺害の直前、プラサット・サンボ軍では、ガーニーと中田が殺害されるという噂が広まり、殺害の2日前の4月6日には普段多くの、カンボジア人が訪れていた。 中田の事務所に立ち寄る者がいなくなるという現象が起こっていた。日本人文民警察官で根本と無臭警察署長を務めていた、堺井製造は4月6日夜、根本と無臭の州と根本と無市において、中田から地元の人間から危害を加えると脅されていると打ち明けられ、翌7日、プラサット三母軍に戻らず、根本と無詞にどまるよう忠告していた。 堺は、根本と無臭のアンタック駐屯地に運ばれた、中田の遺体を見て、俺が昨日、うちに泊まるよう、もっと強く引き止めていたら、と後会の念に駆られたという。4月11日に、プノンペンで葬儀と追悼式が営まれ、遺体は火葬された。4月17日には日本でも、追悼式が営まれ、およそ2000人が参列した。追悼式から帰宅後、 父の竹人は、中田の誕生を記念して植えた桜の木を、厚人と共に、お前もこの世での務めを得たのだという言葉と共に、切り倒した。暗部の同僚であったイブラハム・ガーニーによると、殺害直前、プラサット参謀軍では、ガーニーと中田が殺害されるという噂が広まり、実験発生2日前の4月6日には、 普段来訪者の多い中田の事務所に立ち寄る者がいなくなるという現象が起こっていた。4月8日午前7時頃、中田は国際連合ボランティアの会議に出席するため、カンボジア人通訳の冷則ピープと共に、プラサット参謀軍プラサット参謀から州都ポンポントムに向けて車で出発した。7時30分頃、プラサット参謀軍選挙監視本部に、 クメールルージュと見られるグループに停止命令を受けて、拘束されたという無線連絡が入れられた。7時55分、クメールルージュが攻撃してきた、我々は撃たれた。助けてくれという連絡を最後に無線が途切れた。その後、根本とムの北東30キロの場所で車が発見された。車のフロントガラス及び後部には銃撃された跡が認められ、 フロントガラスは粉々になっていた。中田は車の下でうつ伏せに、霊が車内の右側の座席に倒れていた。中田はすでに死亡しており、霊は息があったためプノンペンの病院へと運ばれたがまもなく死亡した。霊は病院でクメールルージュによる犯行であると述べたと言われている。 この事件に関してアンタックは4月28日、投票業務のための現地スタッフ採用をめぐった、トラブルから発展した単独犯の疑いが強いと発表し、当初予測されていた、クメールルージュの関与を否定した犯行の動機として、アンタック側は、プノンペン政権に所属する軍人と深い関わりのある人物の採用を中田が取り消したことに対する恨みを挙げている。 なお、アンタック担当国際連合事務総長特別代表であったカシやス氏は事件発生直後に疑われるのはクメールルージュであると発言しており、この発表に断言できるんですかなと不満を表明していたが、後に発行された著書ではアンタックの発表と同様の見解に立ち、より具体的にプノンペン政権に所属する軍人による犯行と推測している。 手錠スラックスターも、自身が知るクメールルージュの犯行と照らし合わせ、クメールルージュの犯行であったなら、お金から車から、全部持っていくはずだと述べた上で、中田が、生前現地でスタッフを募集した際、殺害現場となったフィルクレル村の住民を採用せず、ポンポンと無の住民ばかりを採用したことに恨みを持った同村の住民が犯人であると推測している。 ただしスラックスターは現場に残された足跡から3から5人による犯行だという見解を述べている。こうした見解に対し暗部や文民警察官の中には懐疑的な目を向ける者も,も存在している。事件発生当時カンボジアで取材活動を行っていた三好ハニエは1回目の銃撃で令和重傷を負ったが、 中田は無傷であったと推測した上で、その時中田が急いで現場を立ち去らなかったのは、車の前方にも武装した人間がいたのであり、彼らが中田さんの車の進行を阻止したのでは、イカとの見方もできるのではないかと述べている。三好によると、事件の有力な容疑者は浮上したものの逮捕することは、できなかった。カンボジア政府が2002年に中田と父の竹人に、 勲章を授与した。際の証書には、中田敦人氏は、クメールルージュによって殺害されたという一文がある。暗部の中にはアンタックに対し、安全確保策が不十分であったと非難する者もいる。事件発生後から2日後の4月10日、根本と無州のでは、アンタックが適切な処置をとっていれば二人の死は、避けられたはずであったという声明を発表した。一方、 手上スラックスターによると、中田が出発した時刻は、インドネシア軍が治安上の理由から郊外へ出ないよう通告していた。時間帯にあたり、インドネシア軍は当該時間帯に外出する際には、護衛につく旨を申し出ていたが、中田は殺害当日を含め一度も護衛を依頼したことがなかったという。さらに中田は外出時に、インドネシア軍に報告を入れることも稀で、 この日も報告なしに外出したという。ただし赤氏やすによると暗部の多くは英語を用いていたのに対しコンポントム州に配備されていたインドネシア軍には英語を話せる者が少なく両者の意思疎通は不十分であった。事件後インドネシア軍に英語を話せるものを増員する対策が取られた。赤氏はさらにアンタックの要因全部を テロ行為から守ることは、物理的に不可能であったと述べている。この点については共同通信社記者の近藤淳夫も、全国に200以上の事務所があり、移動の多い安部の警備は、手が回らないのが現状だったと述べている。中田の遺族は、葬儀のために、カンボジアを訪れた際に、赤市安氏に対し直接、事件に関する調査報告書を提出するよう求めたが、 実行されないままアンタックは解散した。事件の調査について、赤氏は、カンボジアでは、この種の事件の調査を、徹底的にやろうとしても曖昧な結果に終わってしまう、ことが、通例とした上で、ご遺族にはお話しする言葉も見つからないと述べている。中田の殺害を受けて、暗部の中には、任務の続行を断念して、帰国する者が現れた。 また任務を続行した者の殺害予告を受け、不認知からの避難を余儀なくされる者もいた。4月14日、安部事務局は、アンタック側に安全対策など10項目にわたる要求を行った。安部事務局はさらに、仮にもう一人安部から犠牲者が出たら、安部全員を選挙監視の仕事から引き上げると通告した。これを受けて、赤氏は、 安部なしでの総選挙の実施案の作成を命じた。また、日本国内では、中田のように安部として、での職務に就くものとは別に、選挙直前の短期間選挙に関与する国際投票書院が募集されたが、中田の殺害と、翌5月4日に起こった高田春之の殺害を受け、候補者の事態が相次いだ。投票は、 予定通り5月23日から28日にかけて行われ、翌6月1日に開票作業が終了した。中田が赴任していたプラサットサンボ軍の投票率は99.9%を記録した。投票箱の中からは投票用紙以外に中田を追悼する内容の手紙が複数発見された。中田敦人コミューニ1995年。 中田が殺害された現場一帯が開発され周辺の7つの村を併合した新たな村が建設されることになった村人の多くは中田のことを記憶しており協議の結果村命は中田厚人村に決まったこれを受けてカンボジア政府は村命を中田厚人コミューンと公式に定め同時に中田を 根本と無州の最高名誉州民とした。1998年には、中田の父竹人が、日本で集めた募金をもとに村に小学校が、建設され、中田厚人小学校と名付けられた。小学校の敷地内には、中田の名前の頭文字 A を、片切ったモニュメントが設置されている。さらに、村では、中田の功績を称える歌が作られた。 基金1993年12月、中田の遺族が中心となり、海外で活動するボランティアを支援する目的の特定公益信託、中田厚人記念基金が設立された。基金から報奨金を授与されたものの中には、中田と共に銃撃され死亡した冷則ピープも含まれている。また、中田は大学時代にロータリークラブの小学生となり、 1989年9月から1年間、アメリカ合衆国アヨーア州のグリネル大学へ留学した経験があるが、同大学には卒業生のポール・ミリオラトによって、中田の名前を冠した、小学基金が設立された。中田厚人記念文庫中田の母校である、大阪大学は1994年、大学図書館に中田厚人記念文庫を設置した。 中田の父武人は国際連合ボランティアの要請を受け、1993年6月から2008年4月まで国連ボランティア名誉大使としてボランティア精神普及のための活動を行った。1996年、武人は2001年をボランティア国際年とするよう提案し、1997年の国連総会で承認された。 ありがとうございます。